マミムメモゼノブレイド、ちょっと世界を救ってくる実況プレイクリア記念雑談動画です。この動画はウプシュサヤカがゼノブレイドについていろいろ思い出しながら喋るだけの動画となっております。喋る内容についてはこんな感じです。よろしくお願いします。まず最初の話題、好印象、悪印象。まず好印象、いいと思ったところから。キャラクターが敵を含めて全員魅力的。これって何気にすごいと思うんですよね。悪者が悪者すぎてどうしてもなんか許せなかったりとか、味方サイドにいてもなんか生理的に受け付けなかったりとか結構あると思うんですよ、そういうことって。だけどゼノブレイドは全員いいって思っちゃうんですよね。はい。で2個目、イベントシーンが熱い。ストーリーが王道で熱いっていうのもちょっとあると思うんですけど、何より演出がすごいって思うんですよね。アングルとかカメラワークとか、それにつけて BGM もすごいし、あのイベントのシーンの後に戦闘があるとうしゃーってやるぜってテンション上がりますもんね。あと変にリアルっぽくないっていうのがいいと思うんですよ。ゲームによってはなんかイベントシーンだけ気合が入りまくりなリアルだったりしますし、それよりは私はゼノブレイドみたいな感じが統一感がある方がなんか好きだなって思います。エンディングは本当になんかエンディングらしいエンディングでいいですよね。文句ないです。本当に絶妙な歌の挿入だし、あ、そういえばあの最終回のスタッフロールでエピローグ曲が水田康則さん作曲って私言っちゃいましたけど、勘違いだったみたいです。正確にはラインたちが魚釣りしつつシルクとフィオルンが会話してる時の曲が水田康則さんの作曲だったみたいです。誤報を流してしまってすいません。あの辺もいいですよね。あとコメントにもありましたけど、私のゼノブレイドをプレイする前の前情報はCM を 2,3 回見た程度ですね。見たっつってもそんな全部ガン見したとかじゃなくて、戦闘してるシーンだけをチラッと見た感じで、全然前情報がない状態でのプレイでしたね。まあ私は昔から結構調べて買う人だったんですけど、最近は何も調べず気になったら買うみたいな感じですね。おかげで積みゲーがパないですね。大人って怖いですね。でも前情報がなくてもうなんか結果的に良かったみたいですね。私はフィオルンは完全に死んでしまって、その復讐、そして世界を救う旅って思ってたから。でもフィオルンは帰ってきて、しかも仲間になりましたからね。ゼノブレイドの特典のサントラですでに公式ネタバレされてたみたいで、予約組はオツって感じですけどまあ私はそれでも忘れてる自信はありますよちなみにあのゼノシリーズはやったことないですね。ゼノギアスはなんか水田康則さんが作曲されてたみたいなのでずっと気になってはいるんですけど、数年経ってもなかなかやる気配がないですねはい、じゃあ次、戦闘システムが今までやったことないような感じ。今だから言えるのかもしれないですけど面白いですね。それにあの戦闘に入る前もあともうロードがなくてスラッて戦闘に入るのが本当に好印象ですね。ポケモンとか戦闘に入るまでがすごい長いじゃないですか。ああいうのってあんまり好きじゃないんですよね。なんかコーヒー一杯飲める程度の雑魚戦とかはちょっとストレスになりますね。あとゼノブレイドはシンプルなようでものすっごい奥が深いですよね。あのね、まあ今までもわからないことだらけだったんですけど、覚えることがありすぎて見る箇所がありすぎて最初どうしようかと思いましたもん本当に。まあ最終的にはあれですよ、うまくいけば楽しいしプレイしててすっごい楽しかったです。一番印象的な戦いがメリアちゃんの初プレイの時ですねまああれは別の意味で印象的って言っていいんでしょうけど、本当にねあれはねさすがに私もどうしようかと思ったんですよ。あのチュートリアル読んでも全く全然ピンとこなくて、本当にあれタグとか笑っちゃいましたけど使ってないキャラクターはライン
カルナ力ですっけ。ダンバンさんは収録中には使ってないと思うんですけど、裏では 4,5 回使ってましたね。まあそれでも 4,5 回ですけど一番操作しやすいのはシルクだけど、メリアちゃんが操作してて一番楽しかったですね。なんか魔法少女みたいっていうコメントありましたけど、なるほどそういうことかってミオに納得してしまいましたね。なんか実況なのをいいことにちょっと魔法ゼリフを言ってみたりしてあと戦闘中のキャラクター同士の掛け合いも楽しいですよね。なんか一緒に戦ってるんだなっていう感じがすごくて、まあ、私は最初全く余裕がなくてほとんど聞いてなかったんですけどまあそれ仕方ないですよね。なんかシルクがフィオルに恥ずかしいこと言ってたりだとか、リキがなかなかの勇者発言をしてたりだとか、戦闘が終わってあの使用してるパーティーならではの掛け合いとかもあって楽しかったですね。なんか私はいつも固定メンバーになってしまって聞けてないセリフっていうか掛け合いもたくさんあると思うのでなんとかしたいですね。でも収録中の時に限ってなかなか喋ってくんないんですよね。あーでも動画の尺は長くなるのを嫌がって A ボタン連打してるせいもあるかもしれないですけど、でもまあ頑張ろう、漫画編でなんとか頑張りますあとなんかあの未来史がここまでストーリーに影響してくるなんて考えもしなかったんですよね。最初序盤でラインがモダノに触ってしまった後にシュルクが未来史を見て、でだんだん戦闘にも未来史が登場するようになって、へえこのゲームこんな戦闘方法を取るんだとか軽く考えてたら、最終的には未来を見るのがどうのこうのみたいな、エンディングでは未来がわからない方が生きていて楽しいみたいな結論になってるし、いやーすごいなーって思いましたね。考えれば考えるほどなんか作り込まれてるなーって感じです。なんか正直悔しいです私もこんなストーリー考えたいな次が飽きない、飽きないどころか次次ってなるのがなんかすごいなって思う。まあストーリーとストーリーの間にクエストやんなきゃってそこでまた時間取られますけど、それでも飽きないみたいなね。それに引っ掛けてクエストが苦にならない、本当に飽きないってすごいと思うんですよ。まあ基本的に私は単純な地味作業が好きなんですけど、あでもさすがにあの採取系で物欲センサーが発動しまくってなかなか集まらない時は涙目でしたけど、モンスターの宝箱も見当外れなものをもらうことが多かったし、やっぱりマップに落ちてるやつが一番きつかったかな。復活しないと取れないですし、ほぼランダムだし、まあ物々交換でねなんとかできたクエストも結構ありますけど、次に、昼と夜切り替えが自由にできるのがすごい。まあ最初何事かと思ったんですけどねなんか時間帯がただ自然に流れるだけじゃなくて切り替えができるっていうのが親切っていうか、まあ切り替えできなかったら逆にクエストとか涙目すぎるのかもしれないですけど、ムービー反映やね散歩する時にも自分の好みで変えられるっていうのがいいですよね。てか景色がすんごい綺麗なんですよね。なんか放置してずっと外眺めるとか私結構してましたね。次にここでもセーブができる、これはね忙しくて短時間しかできない社会人とか、セーブポイントがあれば5分しかプレイしてないのにセーブしちゃう私には嬉しい機能だと思ってたんですよ、だがしかし甘くはなかった。なんかねどこでもセーブできすぎてセーブするタイミングが分かんなくて平気で2時間セーブしなかったりが多かったんですよ。もうなんか私にはありえない感じで、で私の部屋なんか電気ストーブをつけながらお母さんが掃除をし始めるとブレーカーが落ちちゃうんですよ。なんかそれで何回かデータ吹っ飛びましたねなんか1回ジェム作成とかクエストをした時に3時間ぐらいのデータが消えた時はさすがになんか泣きましたねやっぱこまめにセーブしろって話なんですけど、なんでだろうねタイミングがねあれ好印象の話だったのに
なんか私の悲しいエピソードになってしまった。いかんいかんいかん。はい、次。戦闘不能になってもあまり苦じゃない。5-1 とかだったら最後にセーブしたデータに戻ったりとか、ドラクエだったらお金が半分になって業界に戻されたりとか、まあゲームによっていろいろあると思うんですけど、ジェノブレードはランドマークに戻されるだけで何の音がめもないじゃないですか。敵を倒した分はまあ宝箱は一応残ってるし、そこはすごいな、素敵だなって思いますね。まあ、なかなかランドマークがなくて転落死した時は声にならない悲鳴が出ましたけど、あのバラク切断で細い道があって、でそこを登ってる最中になんか前後にいるキャラクターっていうか、なんかダンバンさんたちがなんか押してきて落ちたりとか、ダンバンさんが落ちてでなんか復活してその道に戻ってきた時にちょうど私が落ちるみたいな、なんかそんなことも結構ありましたけど、まあそういう転落死もね、まあいい思い出っちゃいい思い出ですね。はい。じゃあ次、んって思ったところですね。1個目、もうちょっと早く走りたい。移動速度アップのジェムつけてれば多少は速くなりますけど、そんなずっとつけてるものなんかなってちょっと思うんですよね。なんかこのままがちょうどいい速さっていうのはわかるんですけど、フィールドが広いとちょっと遅さが際立つっていうか、ちょっとなんか乗り物欲しいなって思ったりするところもありましたね。で2個目、ストーリー短くない？クエストに時間取られてカウントするまでにはなるんですけど、よく考えるとイベントが少ない気がするんですよ。なんか楽しすぎてまだ次があるのかっていう気がないからですかね。なんかテイルズとかもっといろいろあったような気がするんですけど、どうなんですかね。まあ、この辺は好みだ問題だと思うんですけど、ストーリーだけ追えばそれほど時間がかからないし、クエストみたいな作業するのが好きな人はずっとやってて楽しいでしょうし、街の人の会話も楽しいですからね。まあちょっと思った程度なんですけど。で3個目、クエスト依頼者に報告しようと思ってもどこにいるのか忘れてさまよった。ありませんでした？私はしょっちゅうでしたよ。まああとは報告するだけなのにどこにいるんだっけみたいな。まあメモっときゃ早いんでしょうけど、大抵無意識に受注してたりするんで、どこやったっけってよくなってましたね。4個目、口癖が映る。こっちサイドって感じなんですけど、いやリアルに言いそうになるから困るんですよ。さすがに貫けバーティカルボルトとかは言えないですけど、リキの口癖とか頑張るもんとか普通に使えそうじゃないですかね。言わないか。でもシュルクもなかなかの値段の持ち主ですよね。やったねとか。シュルクはなんか基本的に濁音が入りますよね。穏やかじゃないですねはむしろ広めたいですね。皆さんも使いましょう。あと口癖とはまた違うんですけど、バブとデバブ。最初は本当にガチでバブデバブって言ってたんですけど、途中で違うことに気づいたんですよ。けどバフって言いにくくないですか？バフってちょっと言ってみてください今。だからなんかあえて私変えたりしなかったんですけど、バフバフバフ。はい、じゃあ好印象悪印象でした。じゃあ次の話題、いろいろランキング、さやか的ランキングです。私の好みなんでね、一般的ではないと思いますので、そこのところはご了承くださいませ。衝撃だったイベント、好きなサントラ、好きなキャラクター、誰が一番サムネが多かったか、こちらをご用意しております。ではまず衝撃だったイベント、1位から3位まで。1位、フィオルンが機械の体になって現れた韓国堂のイベント。2位、エギル戦の後の展開すべて。3位、シュルクとフィオルンの落ちた腕でのイベント。いや衝撃的だったと思うんですよ常に。まあ上げてみたらこんな感じですかね。感じたこととかは私の動画参照でお願いします。何のための雑談動画やねみたいな。
次に、好きなサントラランキング。実況中にも言ったと思うんですけど、私ゲームのサントラを聴くのが大好きで、この話題なしには語れませんね。ランキング内容は一般的にではなく私の好みです。まあリピートして聴く曲ですね。ではまず5位、中央交渉。フィールドとちょっと迷ったんですけど、やっぱこっちの方が好きかなーって。4位、最後の戦いへ。
戦いへってですよね。展開盛り上がって音楽盛り上がってテンション上がっていくぞって気分にならざるを得ないですよね。3位、木の立度。感じでしたね。ただでさえ鬼神サイドに来て気分高まってんのに、きたーって感じですもん。2位、名を冠する者たち。
ったらね、びっくりしましたけどね。こうやって改めて聞くといい曲ですよね。ねえ、落ち着いて聞きたいですよね。でも落ち着いて聞けないんですよね。1位、メインテーマ。これはタイトル画面で流れてる曲なんですけど、私収録中に全部流したことがないから、ミプレイの方は初めて聞くことになるのかな。いい曲ですよね。収録前とか流しっぱなしにしてよく聴いたりしてました。さて、こんなところですけれども、いかがでしたでしょうか。次に、好きなキャラクターランキング。3位、リキー。最初、うわー、なんかすっごいテンションの子来たって思ってたんですよ。最初懸念してた人も多いんじゃないですか。私も割と最初そういう気があったんで、もう最終的にリキ可愛いですからね。キャラってか、性格っていうか空気が可愛い。勇者なのに勇者っぽくなくて、でもすごい勇者。
時々醸し出す存在感はすごいですよね。まあたまに無理やり画面に映ろうとしてますけど落ちた腕でね、ダンマンさんとの会話で力の株が急上昇した人も多いんじゃないでしょうか。そして2位、ダンバン。俺の名はダンバン。ダンマンさんに関してはね、本当に語ることが多すぎて何言ったらわからんんですけど、ダンマンさんなんか名言が多いっていうか、喋ってるのもかっこいいけど立ってるだけでかっこいいんですよね。なんとか私が今までやったゲームの中で一番英雄な気がします。声優さんが堀川さんっていうのがまたいいんですよね。堀川さんって気品のある声質してらっしゃいますしね。私がベジータ様好きなのでなおのことテンションが上がっちゃいます。そして1位、メリア。悩んだんですよ、1位がダンバンさんかメリアちゃんか。でも今考えてもやっぱりダンバンさんが1位だろうなとは思うんですけど、メリアちゃんです。なんか何が好きなんかって聞かれたら、なんだろう、性格かな、さっぱりすっきりしてるところ、真面目なところ、どこって言われたら困るけど、なんか好きですね。なんかスターライト2の後のあいたたたとか可愛すぎませんか、そういうところです、そういうところが好きなんですよ。なんかギャップっていうの。まあそんな感じですね。基本的に悪役も含めて全員好きなんですけど、まあ4位がラインかバネアさんかな。まあそっから先がまた難しいですね。他のキャラに少し触れると、カリアンさんはいつかどこかで裏切ると思ってました。ごめんなさいごめんなさい。なんかね、全然最初から最後まで妹思いのいいお兄さんでしたよね。なんかちょっとやましい心を持ってごめんなさい。でもディクソンさんは最初から怪しいなって思ってました。私結構キャラ萌えがある方で、好きだって言ってるゲームは大抵キャラが立ってるっていうかから好きっていうのが多くて、ストーリーだけ好きっていうゲームあんまりないんですよ。まあゼノブレードは好きなゲームの中に余裕で入りましたけどね。どっちもいいよねってか、全てがいいよね。なんかそして次のランキングが、誰が一番サムネイルが多かったか。パート62個分、1個に複数いる場合は1人1人数える。背景メインサムネに映っているキャラクターは数に入れないと数を数えてみました。1位が2人いて、シュルク・フィオルンが15回で、3位がまた2人いて、カルナ・メリアが6回で、5位ディクソン・ダンバンさんが5回とでした。いやでもなんか1位のヒーロー・ヒロイン強いですね。桁が違うわ。他は4回ライン、3回エギル、2回リキ・ガド・カリアン、1回が陛下ザンザンアルビスで、景色や戦闘シーンが合わせて7回ありましたね。はい、サムネ考えるのも楽しかったです。ちょっと私的な話題になりますけど、なぜ実況したのか、評判いいとか本当に何も知らなくて、ただ単にやってみたいなって漠然と思ってたんですよね。さっきなんかツイッターのログで見てみたら、5月27日にゼノブレード…ってつぶやいてたりとか、6月にも秋葉原に貼ってるゼノブレードのポスター、なんで 3D? じゃない3次元なんて意味不明なツイートしてるんですけど、てかこの意味全然覚えてなくて、3次元って何なんですかね。あと7月にファミ通のツイートを RT して、やっぱり面白いんだなって言ってますね。でもなんかアマゾン見てたらなかなか値段下がらないし、まあ今買っても積むだろうなと思ってしばらく買わなかったんですよ。でもある日とあるゲームショップに行ったら、たまたまセールやってて、中古で4300円が3000円になってて、これは買うしかないやろって買っちゃいました。てか中古ですいません。で前に実況してたワンピースもちょうど終わってて、もう実況シリーズとしてウップするのはやめようかなと思ってたし、
モンハン T3 発売するしどうしようかなって思ってたんですけど、周りのことがやってみたらとか楽しみにしてるよって言って背中を押してくれたおかげで実況を始めることができました。戦略的なものもあるんですけど、やるからには定期的に毎日アップしようと思って、でも時間の都合でなかなかついてこれれない人は気が向いたら見てねっていう精神でウップし続けてきましたね。だらだらやっても私がアップしてるの忘れちゃったり飽きちゃったりする人もいるかなって思って、私は私としてプレイしていきたいから、視聴者さんが気にしないって言ったら失礼ですけど、言われた通りの常識なんて嫌だし、そんなの自分でプレイしたら見れる結果だと思うんで、私はまあマイペースにやってましたね。まあこれは表向きで本当はもうちょっといろいろあるんですけど、まあそれは内緒で、なんか1年半前にもアークライズファンタジアっていう RPG をアップしてたんですけど、その時も毎日アップしてて、終わった後にも同じこと言ったような気がするんですけど、なんだかんだでそれでもやっぱり毎日アップはきついですね。ゲームが楽しくなきゃ正直ここまで頑張れないです。はい、なんかストーリーばっかりが進んで順調に収録できてる時とか、画面撮りのストックがある時はなんとか大丈夫なんですけど、ストックがない時に長時間ゲームができない時と重なると、ストック作っておかなきゃとか焦りが結構ありましたね。できれば毎日更新するっていう信念みたいなものがあったのと、さっさとクリアしたかったっていうのと、クエストはなんとなく収録しなかったし、ストーリー進める前にクエストやっておこうかなってやり始めたら平気で7時間経ってたりとか、ジェム作戦もガチでやったら1、2時間かかりましたしね。あ、結局ジェムのレベル6見てませんね。番外編ではやることにしよう。なので朝から晩までゼノブレードやってたりとか、本当にザラでしたね。そりゃ99時間いくわみたいなね。あ、てかさっき任天堂チャンネル見てたら200時間いってましたね。番外編やったら何時間になるんだよ。てか多分あれ放置時間とか入ってますよね、 Wii メニュー画面にしてる時とか。どうなんだろう。まあいろいろあってね、途中泣いたりもしましたけど、自分に自信持って最後にまで本当に楽しんでやらせてもらいましたね。私一人ではできなかったこともたくさんあるので、支えてくれた人には本当に感謝ですね。話がずれましたけど、ゼノブレード本当に撮ってよかったですね。ここまで実況っていうか自分のプレイ記録を形に残せたことが嬉しいのは初めてです。なんか本当に後押ししてくれた方々には感謝ですね。あとムービー中に喋っていいよって言ってくださった視聴者の方には感謝です。はい、私の実況テンションって割と高くて、今までうるせえコメントとかいただくことが多かったんですね。なので意識して喋らないことが結構あったんですよ。こうやってクリアして振り返ってみると、ゼノブレードはムービー中喋らないと逆にもったいないですね。はい、あと最終回は皆さんのコメントを表示しながらもう一回見てみました。なんかお疲れ様ってコメントがたくさんあって涙目になっちゃいましたね。実況って元はやってみたくてやり始めた方が多いと思うんですけど、ちなみに私は昔からプレイ記録とかつけるのが好きで、ゲーム動画とその時の自分の思ったことが残せるのが魅力的で始めたので、完全に自己満足なんですよ。ネットにアップしてるのは他の人はどんな感想を持つのかなとか、まあ人に見てもらえればそれもいいかなって始めたんですよ。それなのにお疲れ様って嬉しいなって思いました。まあ確かにアップ工程にはいろいろ大変なこともありますけどね。なんかあれですね、自分の動画見ながら副音声解説実況じゃないですけど、懐かしみながら見たいですね。まあトークスキルないんで、キプレイだとリアクション取れない人間なんですけど。そういえばタイトル、ゼノブレードって一応世界救うゲームなんですよね。実況タイトル考えるときにこのタイトルが浮かんで、大抵 RPG って始まりは些細なことだけど最終的には世界を救う旅になってるじゃないですか。
そう思ってこのタイトルをつけたんですけど、オープニング見て三井の巨神と鬼神の話になって、あれ世界え、あれみたいなちょっとタイトルとそぐわない雰囲気が出て内心冷や汗だったんですけど、え、一応合ってるよねこのタイトルまあいろいろ話が断線してまとまりのない感じになりましたが、この話題はこの辺ですかね。さてクリア記念雑談動画、この辺で締めに入りますか。これでも結構喋る内容削った方なんですけどね、結構喋りましたね。なんか最後の方、最後の方つかなんかカミカミですけど、まあでも足りませんね、語り足りないわ。まあそれはまた番外編で紹介しましょう。最初から最後まで聞いてくださった方々ありがとうございます。次はゼノブレイドちょっと救ってくる実況プレイ番外編でお会いしましょう。バイバイ、またねー。